エミには感謝してる。え？ずっと俺のこと気にかけてくれて、そういうやつ他にいなかったからさ。高臣、私の初恋の人だったんだよね。え？マジ？マジ。実は俺も。マジ？マジ。じゃあさ、思い切って付き合っちゃう？ETB しっかり借金だけ返せればいいのに。今度は俺の命を金に換えるしか。高臣ってさ、本当人よしだよね。え？お母さんが高臣の身分証使って借金した時もそう、いい人すぎるのよ。あんたの生命保険もかけちゃったんだよ。ふざけんなよ。入れ。ここに1000万あります。そんな明日からじゃ誰だよ。このままじゃ私殺されちゃうよ。死亡しとくなの。誰にでも切り捨てられないものってあるよな。このままじゃ帰れません。俺の命をかけます。イカ様を見破り、命がけのギャンブルに勝利せよ。お主の肉体は血の一滴無駄なく金に変えるよ。俺はなんて間抜けだったんだ。高臣、絶対後悔しない生き方を俺は選ぶ。 DTV オリジナルドラマ嘘食い火事高臣編。勝つために金を捨てる。金を操るんだ。 DTV